けじゃないですが、私マスターがパートナーでよかったと思います。こういうの残り物には福があるって言うんでしたっけ。マスターと一緒に登校するとき、いつもお見かけするサラリーマンさん、この間お仕事頑張ってくださいねって声をおかけしたら、小さい声でありがとうって言ったんですよ。まさかあのお方、私の姿が見えていたのでしょうか。でもちょっと嬉しかったです。お別れの日ですね。今まで本当にありがとうございました。マスターのおかげで私、会社をクビにならずに済みました。私は天界に戻りますが、マスター、天界にいるチル様に何かお伝えしたいことはありますか。わかりました。向こうであったらしっかりとお伝えしておきますね。ではマスター、そろそろお別れの時です。私がいなくなればフェロモンゴーグルの機能は自動的に停止しますです。本当は次の仕事があった時もパートナーをお願いしたいところですが、チル様に怒られてしまいそうなのでやめておきますね。さようならです、マスター。マスターとチル様が早めに再会できるよう天界から祈っています。兄様、兄様、会いたかった。びっくりするくらい美人の大天使には、そのまだなってないけど、兄様に会いたくて急いで地上にやってきちゃった。うん、死刑だな兄様。もちろんちゃんと女神の許可はもらってきてるぞ。実は人間のリサーチを研究室のテーマにしてみたんだ。天使のエネルギー源、人間の愛の力をより深く知るために、人間や社会のことをもっとよく調査する必要があるみたいな論文を提出してな。地上への行き来には厳しい審査が必要だから、普通の天使じゃ認められないとこだけど、そこはこの私、天使学校始まって以来とも言える最高成績をサクッと叩き出して特別に認めさせてやったのさ。そうだろそうだろ、もっと褒めてもいいんだぞ。再会が嬉しいのはわかるが、だからってそんなわしわし撫でることはないだろう。私はペットの犬か。まあ再会祝いに特別に許してやらんこともない。でだ、人間のリサーチの件についてだが、私の研究対象は言うまでもなく兄様だ。ちなみに研究期間は無期限だったりする。あ、これから末永くよろしく頼む兄様。
さっきのお返しだ。どうやら兄様はキスされるとすごく赤くなるみたいだな。これは研究結果として記録に残しておかなくてはな。頑張ったのに、そういうこと言うな。兄様のアホ。体感型とかのゲーセンの大型筐体って夢があるよな。家庭用ゲームとはまた違った夢とかロマンがあのボディの中に詰まっている。まあ私ゲーセン行かないから実際に触ったことはないんだけど。兄様は普段どんな漫画を読むんだ？私は少女漫画でも少年漫画でも結構何でも読むぞ。何でもって言ってもエッチな漫画は読まないからな。